ライチームにようこそ。はい、今回はですね、プレジャーツアーの抽選結果がね、発表されて、まあ、大体半分ぐらい終わったところなんですけども、プレジャーツアーに備えての動画を作りたいと思います。ファイナルのヤンマスタジアムとアリーナの福井の方が取れましたんで、まあ、この2つをね、とりあえずは、これで挑みたいなと思ってます。気が変わったら挑むかもしれませんけども、この辺で、まあ、プレジャーに備えたいなと思っております。今回の動画は、このプレジャーツアーとはこんなもんですよっていうのを、最近ファンになった方とか、まあ、初めてプレジャーツアーに参加する方向けの動画にしたいと思います。毎回、プレジャーツアー参加してて、曲もバッチリって方はね、もうちょっと面白くないと思いますんで、そういう方向けにはまた別で動画を考えてますんで、そちらを楽しみにしてください。で、今回ね、プレジャーを初めて行く方っていうのは、お店の方でも幅広いお客さんが来られるんですけども、まあ、プレジャーどんなんって聞かれた時に、ウルトラソウルとか一部と全部とかラブハントム、この辺が演奏されるツアーですよと。ウィーズのベスト版的な曲が出るんで、皆さんが知ってるような曲が多いですよっていうと、まあ、それなら行きたいわ。という方が多いんでね、ウィーズの魅力を知りたいって方いっぱいいるんで、過去にはプレジャーは91、92、93、95、97、2000、2003、2008、2013、2018、で、今回の2023とね、今回11回目のプレジャーツアーになるんですけども、だいたい2003年以降から5年周期でやってます。中年のお祝いのお祭り的な感じなんで、9月21日がデビュー日になるんですけども、その前後が最終のファイナルを迎える感じの流れですね、だいたいがね。それからね、プレジャーを参戦する方の予習するにあたって、まず DVD 的なもので言うと、この3枚をまず見てもらうのが一番早いと思います。2008年のグローリーデイズ、2013のエンドレスサマー、で、2018年のヒノトですね。この3作を見てもらうと、大体もプレジャーってこんな感じかなとか一番伝わると思います。で、曲もね、いろいろ覚えてほしいとは思うんですけども、もうやっぱね、ド定番なんですよ。この曲がこのパターンできたらこういうノリになるしね、このパターンが、もうビンの場合は出来上がってますんで、ファンの方も出来上がってますんでね。これをまずマスターしたいところですね。この3つのライブの中でもね、日替わりとかホールツアーも含めてなんですけども、毎回3回ともやってる曲っていうのがありまして、もう絶対鉄板な曲ですね。まずこれを覚えてほしいんですけども、ウルトラソウル、一部と全部。普通のツアーでもやってますからね、ラブファントム。これもね、毎回あるんですよ。大きな演出をするときもあれば、さらっと行くときもありますけども、古いところで言うと、バッドコミュニケーション。初期の方はこのバッドコミュニケーションでファンになった方多いんでね、プレジャーツアーでもやっております。願いとかゼロね、ビーズの全盛期の曲もやってます。そしてね、プレジャーっていうですね、稲葉さんもこの間のね、トレジャーランドの方で、この時に歌詞をまた考えますと言っていた通り、まあ絶対あると思いますね。プレジャー2023って形になると思うんですけども、これはストーリー性がありまして、プレジャー91から始まっているんですけども、歌詞がね、微妙に変わってくる。過去に動画も私出したことあるんですけども、登場人物にあいつがいるんですよ、あいつ。2018の時は電話かかってきたんで、2023この5年後にはどうなってるのかっていう楽しみになっています。恋心ですね。これはもうド定番かな。皆さんで踊る曲としては、あると思います。振り付けもぜひ覚えたいところです。チャチャララ、チャチャラ、チャチャチャとね、動画見てください。タオル回すのが可能であれば、タオルを回す曲といえば、プレジャーではギリギリチョップ。これがまあ定番であります。この曲が流れたら皆さんタオルを持ってガンガン回します。この準備もしといてください。そしてジュースですね。これもコール&レスポンスとか、いいところでね、ジュースの曲が流れますんで、マスターしたいところですね。ガンガン乗れますんで。このジュースが流れる頃には、もう T シャツぐしょぐしょいから。愛の爆弾もそうですね。前回はちょっと日替わりやったんですけども、もう大体3回ともやっております。クライマックスを迎えるところで、友情絆的な MC があってからのラン。このさんのギター音がね、切ない感じに思えるんですね。いつもね、ラン定番です。これが流れる頃には、皆さんね、プレジャーツアーに参加して、技術と共にこの場に入れてよかったなと思えるシーンになると思います。この曲はね、もう超鉄板曲なんで、外れることはあるかもしれへんけども、知っておかなければならない曲ですね。この金3回のうち2回やってる曲が、アローン、裸足の女神、オーガール、ブローイン、タイム、もう一度キスしたかった、ネイティブダンス、オーシャン、ブラザーフット、ランと共にね、クライマックスのところあたりで絆を深めるような曲になっております。このあたりの曲はポップな曲から、バラードからロックな曲から、もう定番中の定番です。絶対じゃないけども、まあ、プレジャー的な存在、抜けることもあるけども、入ることもあるような曲っていうのが、ワンダフルオポチュニティ、今夜月の見える丘に、月光、太陽の小町エンジェル。このあたりも過去のプレジャーツアーではちょこちょこ入ってきてますんで、聞いといた方がいいっちゃいいですね。新曲とか定番になった曲っていうのが、ドアモノ走るスティルアライブないと、ビーズを代表するようなポジションの曲になってきてますんでね、このあたりも入ってくる可能性があると思います。あとね、ちょっと気になるのが、プレジャーランドの過去のライブプレジャーの映像をね、解禁した分で、ジャップ・ザ・リッパーとファイアーボール、このあたりもね、入ってくる可能性あるかなと、個人的には思ってます。流れ的にね。
トレジャーランドで登場した時に松本さんの新曲が今回はちょっと多めになるかなということをおっしゃっておられたようなんで、新曲が入ると思います。だいたいこのプレジャーのツアータイトルのこの新曲が演奏されますんで、今回はスターズなんで、スターズっていう新曲がおそらく演奏されると思います。これは事前に公開されるのか、未公開のまんまライブ当日を迎えて、あ、こんな曲なんだという感動を覚えるのか、ちょっとそれはわかりません。過去のグローリーデイズはね、事前に分かったんですけども、エンドレスサマーとか火の鳥は事前には曲わからない状態でライブ会場で初めてね、聴く曲になりましたんで、それはわかんないね。多いってことはこの1曲なわけないんで、3曲ぐらいはあるんちゃうかなと思います。過去の2013のエンドレスサマーの時も、ホールツアーの方と合わせたら、まあ、新曲が3曲あったんかな。今回もこういう形で3曲ぐらい入ってくるんちゃうかなと思っております。その時は確か Q&A、 革新、ユートピア、この3曲とエンドレスサマーが4曲あったんかな。4曲あるかもしれないですね。だいたい最初に映像が流れて、そっからね、ビーズの2人が登場するんで、その時はもう大歓声でお迎えする感じです。だいたい2曲終わったところで、ビーズのライブジムにようこそーっていうのがありますんで、そっから3曲目に行くっていうのも覚えておいてください。だいたいプレジャーは22から26曲をやってますけども、26はね、グローリーデイズの時あったんですけども、そんなに多くはならないと思いますね。だいたい21、2曲になるんじゃないかなと思ってます。時間的には2時間半から3時間ぐらいのライブになりますね、プレジャーの場合は。結構ボリュームあると思います。曲の方も結構膨大な曲数になってますんでね。日替わり曲がね、やっぱ多くなってくると思うんですね。今まで以上にひょっとしたら日替わり曲っていうのが増えるかもしれませんね。定番と定番の日替わり曲。前やったら愛の爆弾とギリギリチョップが日替わりやったりね、したんですけども、そういう感じのが増えてくるような気もしますね。レア曲がひょっとしたらあるかもしれませんけども、まあプレジャーなんでね、なかなかそれは期待できないと思うんですけども、濃いファンからしたらね、レア曲は楽しみなんですけども、まあプレジャーはなかなかちょっとね、レア曲っていうのは少ないと思います。1、2曲あるかないかぐらいの感じ。あるとしたらホールツアーの方が可能性は高いかなと思ってます。今回のプレジャーツアーも前半はね、ホールツアーで、後半がスタジアムツアーということで、演出も全然変わってくるんですね。ホールのは近くで見れる分、その大きな演出っていうのはそんなにないんですけども、スタジアムっていうのはもう演出がすごいんですよ。プレジャーの演出は特に花火バンバン、火バンバンでね、いろんなもん飛んできますから、規模がとにかくでかいのがビーズのスタジアムツアープレジャーです。楽しみにしてください。プレジャーに限ったことではないんですけども、グッズの方ですね、販売があると思います。プレジャーランドの方で T シャツとかマフラータオルとかは販売先行であったんですけども、まあ通販の方もちょっとあったんですけども、T シャツの方ももっと種類出ると思いますんで、そちらの方をね、ぜひプレジャーお祭りなんで来てもらって、マフラータオルも買って、ライブ観戦を楽しむってことで身につけたいもんですね。T シャツとかマフラータオルが定番なんですけども、記念品としては限定のプレートっていうのがあるんですよ。会場名と日付が入ったプレートはあるんですけども、その日しかゲットできませんので、基本的にはぜひ欲しいとこなんですけども、数量もね結構限定なんですよ。だから早めに行かないとゲットできない。でましてやビーズファン結構ね限定も大好きやし、並ぶの得意なんで早く行かないとなくなります。だいたいグッズの販売も12時とか1時が開始なんですけども、前倒して早くなったりすることもありますけども、早い人はもう朝早朝から並んでますからね。気合い入れて行ける方は早朝から行ってみてください。自分が行ったライブの思い出のプレートを持ってると嬉しくなりますからね。努力次第ではこのプレートはゲットできるわけなんですけども、運次第でゲットできるっていうのはガチャガチャなんですよ。ビーズのライブの方はガチャガチャっていうのがありまして、その中でも限定グッズっていうのもまたあるんです。主にちょっとカバンとかに取り付けれるようなチャーム、ここに日付が書いてあったりねするんですけども、限定チャームであったりとか、リストバンド、日付入りと会場名の限定のリストバンドであったりとか、まあ、普通のリストバンドもあるんですけども、これもぜひねゲットしたいところです。おそらく最後のね大阪の3日間っていうのはさらにね限定グッズが出るような気もします。限定の T シャツも出ると思います。3日間とも出るんちゃうかなとは思ってますよね。921、923ツアーファイナル、ね、プレミアすぎる。行った記念に出るまでチャレンジするか、運に任せるか、まあ、それはもう自分の感覚でやってみてください。テンション上がりますから。ライブが始まるまでも含めて、ライブジムなんで、それも楽しんでみてください。会場にもよりますけども、広い会場とかでしたら、ツアートラも来ますんで、このラッピングされるのもね、多分このスターズのロゴやと思いますんで、これはもう一種類かどうかはわかりません。火の通りの時は、この燃え上がる炎が3種類ありましたんで、途中から。ツアートラの前写真撮ったりするのも、ライブツアーの楽しみの一つです。時間ある方はね、もう早めにグッズを買って、ガチャをして、ツアートラで写真を撮って、皆さんと交流して、どっかお食事をして、ライブに備えて、ライブに行くと。一日たっぷり使ってね、ライブを楽しむのが一番よろしいんじゃないでしょうか。遠征される方はね、その土地のね、美味しいもの食べたりも行きますし、ライブは夜からなんで、時間が空いてましたら、ちょっと観光に出たりとかね、する時間もあると思います。
まあ、大阪の場合やったらね、まあ、御堂筋線と JR ありますんで、中心部もすぐ行けますんで、結構手軽に行けるんじゃないかなと思います。ただしギリギリになるとね、電車止まったらやばいんで、それだけ注意してください。まあ、大阪に限っては9月なんで、まあ、心配事といえば雨かな。フィールドのライブといえば雨がよく降るんです。このプレジャー特にね。もう知らないですけどね。9月の開催が多いんで、設定がね、9月なんで、もう雨が多いんで、まあ、カッパの準備をしてもらったりとかね、用意周到にしといてください。誰が降らしてるのか知らないけども、ほんまに降りますんで。それも祝福の雨やと思って、雨に濡れたことも記念にしましょう。思い出にしましょう。特に不安があって完璧にね、マスターしてから行きたいって方は、もうツアーが始まったら瀬取りが出てきますんで、ね、そのちょっと自分の行く前の瀬取りを見てね、予習をしてから行かれるのもいいと思います。これから絶対、周りに喋らないでくださいね。自分だけが予習をして行ってください。今年のライブはね、稲葉さんの N3.5 の時もそうだったんですけども、声出しが解禁されましたんで、まあ、あとはね、マスクが外せるかどうかって感じになってくると思いますけども、本格的にね、ライブらしくなってくると思いますんで、楽しんでいきましょう。それでは今日は、B'zのライブジム、プレジャーの初めてのね、行く方用に、心構えと準備ということでお話をさせてもらいました。まだちょっとね、あるかなと初心に帰って考えたりもしたんですけども、まあ十分でしょう。自分に心に火を灯して楽しんでいけたらいいんじゃないかと思います。間違いなく燃え上がりますんで、しっかり予習をして皆さんと共にね、楽しみましょう。それでは今日は以上です。じゃあせーの、お疲れ。また会いましょう。バイバイ。